コロナが落ち着いてきたら私たち販売何が大事ですか？接客ですよね。とにかく入店数が増えたらそれだけ接客の機会も増える、つまり売り上げが上がってくるってことなんです。接客以外に大事なこと、もう一つありませんか？ VMD、 売り場作りですよね。入店数が増えれば増えるだけ、私たちが作った売り場作り、そしてマネキンのコーディネートを見ていただけるお客様が増え、つまりは買い上げ率が上がる、売り上げが上がるってことなんです。 VMD 超重要じゃないですか。今回はたった一つしかお話がないんです、キーポイントとしては。でもこの一つをあなたが知るだけで、日本中にあるアパレルショップの売上 1% を上げることができます。この 1% ってでかいよ。もしかしたら 2-3% 上げれるんじゃないかな。それぐらい強烈なキーポイントなんですよ。なぜかというと VMD の話なんですけども、今ある既存の企業の VMD マニュアルにはこれ載ってないことなんですよね。マニュアルってどういうことが載ってますか？三角構成だったり VP、DP、IP であったりとか、ゴールデンゾーンがどうだとか、そういった基礎知識なことばかりが載ってますよね。でも今回お話ししたいことって、じゃあ売れる売り場って何なのってお話です。これ知りたいじゃないですか。なぜ私がここにたどり着いたかというと、10年以上実証実験を繰り返してきました。確かに基礎知識をもとに DP、IP、VP、そしてゴールデンゾーンの検証などなど必要ですよ。そうなんですけれども、リアルに売れる売り場って何なのか、ズバリ結論から、あなたは明日から VMD 担当っていう仕事をするのではなくて、マネキン担当、マネキン担当っていうイメージを持って仕事をしてみてください。これだけです。ほんとこれ騙されたと思ってやってほしい2ステップがあります。ほんとこれやってみて。とにかくまずステップ1は、マネキンあるじゃない？店内にマネキンとか半身トルソーとかあるじゃないですか。その着せ付け、スタイリングをとにかくゴリゴリに可愛く、ゴリゴリにおしゃれにやってみて。だって今って何やってる？強化アイテムのトップスと強化アイテムのボトムスと、とにかく私たちが売りたい商品をとにかくおすすめしてますよね。それもいいんだけれども、頭で分析した売り場、本当にそれ今おしゃれになってる？どうなの？在庫があるものを着せたりとか、今週企業がおすすめしたいものだから打ち出すとか、今年のトレンドなんだからとにかくマネキンに全部着せてみたいな、それあなたが本当におしゃれだと思ってますか？いいですか？売り場作りっていうのはマネキン作りです。マネキンから売るっていう思考を持ってみてください。ステップ1はとにかくゴリゴリにマネキンをおしゃれにすることです。たまにさ、値札がつけたまんまとか、メガネに値札がだらんで下がったまま着せつけてるとか、なんか肩がクイってなってるとか、あとおしゃれじゃない色を着せてる、これあると思うんですよ。私が言いたいのって、一番売れる色、あなたが推したい、このマネキンの推したい色ってどんな色ですか？例えばこう、このデニムジャケットを着せるとするじゃないですか。このデニムジャケットがこのネイビーとライトブルーとブラック、そんな3色展開の品番だとするじゃないですか。あなたは何を着せつけますか？一番在庫がある、一番企業が推してるもの、もちろんこれも大事ですよね。ただ一番おしゃれに着せれるもの、そして売れてる実績があるもの、そんな色で選んでほしいです。3色展開の中でも圧倒的にこのネイビーが売れてるんだったら絶対にネイビーを着せてください。ラスト1点になるまでネイビーを着せ続けます。そして他に合わせる、この中に着るインナーだったりとかボトムスっていうのはあくまでも脇役です。この1点を売るためのコーディネートにします。さっきも言ったけども、これが強化品番だからパンツも強化品番で合わせましょう。それ本当にイケてるの？このデニムジャケットがとにかく目立つ、際立つコーディネートを考えます。そしてこの次のステップ2がまさに世間で出回ってない情報です。これ何かというと、ゴリゴリにおしゃれなマネキンの横には同じ色をフェイスで見せてください。一番目立つ位置に置いてください。これだけなんですけど、これ超ミソで、あなたの店ってどうしちゃってます？ネイビーをマネキンに着せてたら、フェイスの色は色違い、ライトブルーにしちゃう、色違い、ブラックにしちゃう、そんな風に多色展開ですよってのをお客様にお伝えしたいから色違いを展開してませんか？これノンノンノン、これ違うんですよ。私がこれまで実証実験をとにかく繰り返してきて、
売れる、そんなシンプルなやり方は、売れる色のマネキンを作ってフェイスも売れる色、同じ色にするんですよ。これ具体的なぜかというと、お客様というのはそこまで頭が追っつかないんですよ。販売員って色違いもあるんですってご提案を VMD で見せてるつもりじゃないですか。お客様ってどういう思考かっていうと、あ、このマネキンかわいい、このデニムジャケット、このネイビーかわいい、どこにあるんだろう、あ、隣にあった、この思考が大事なんですよ。今どうしてますか？あ、このマネキンかわいい、インディゴ、このネイビーかわいい、どこにあるんだろう、え、これ色違い、え、色違いなんだ、え、色違いどっちがいいんだろう。ここでお客様つまずいちゃうんです。情報がややこしい、トリッキー。じゃああなたもどうですか？自分のお店どうですか？他のショップさん見てみてどうですか？フェイスの色、色違いがほとんどですよね。だからお客様の購買が一旦ストップしちゃうんです。マジでやってみてほしい。マネキンを同じ色をフェイスで持ってくる、畳でもいいですよ、畳でもいいから、この半身トルソーの足元とかすぐ近くに同じ色を置くんです。これだけでお客様が手に取る機会が増えるし、同じ色が売れてきます。そして陳列も意識してくださいね。とにかくこのネイビーが売りたいんだから、一番目立つフェイスもネイビーだし、他に並ぶカットソーやボトムスは脇役だからね、際立たせちゃダメ。これに合わせられるコーディネートだけを挟むこと。あれも売りたい、これも売りたいじゃないのよ。あなたのお店のマネキン半身トルソーは計何体ありますか？その中で推したい品番も同じ数なんです。5体マネキンがあったら5品番だけ。この5品番がこの1週間で売れれば売上全然伸びるから、あれも売りたい、これも売りたい、なんないの。とにかくマネキンと半身トルソーの数の品番だけ打ち出しをするの。だからこれに邪魔になるものは遠くに置いて、遠くに置けないような品番はストックルームにしまっちゃうのよ。 VMD っていうのは実は引き算なんですよ。あれも売りたい、これも売りたい、足し算になっちゃってないですか？もちろんボリュームマーケット、ユニクロさんみたいに量で販売するとかってちょっと違いますよ。ただ私が今回言いたいのは一緒だけどね。量販店のユニクロさんもマネキンは超シャレにして、その近くフェイスには同じ色を展開する。これが一番売れる法則。あなたは明日から VMD 担当ではないです、マネキン担当です。うわ、これもうほんと言っちゃいました、これ言っちゃったよ。これマニュアルには本当載ってないですよ。ぜひ企業の皆さんには載せてほしいと思います。これが真実です。何が真実？マネキンの横には同じ色をフェイスで見せるっていうことです。今色違いでしょ、同じ色にする、明日5秒でできるよ。全部それ売り場やって、めっちゃ売れるから、接触率、滞在率めっちゃ伸びるから、これを変えるだけ本当やってほしいです。前回の動画でね、ちらっとお話ししたんですけども、これ本当に大事なことなんで一本の動画にしたいと思いました。今回の内容がいいな、やってみよう、沼さんの気持ち届いたよ、そんな風に思っていただけた方、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。そしてぜひですね、やってみてこうなったよ、そんな効果検証、実証実験の結果、ぜひ皆さんコメント欄ですね、教えていただけたら嬉しいです。それではまた次回ありがとうございます。